普通そっちのバンドの方でしか普通しないんですけど、今日は、ちょっとアコギ一本でちょっとやってみようかなと思います。最後にテレキャスト1978っていう歌で終わりたいと思います。本当に今日は遅くまでありがとうございました。坂本勝之でした。坂本勝之でした。ありがとうございました。